お疲れ様です。よろしくお願いします。お疲れ様です。いやー、暑くなってきましたね。いや、金魚たちも。セグウェイが、もう止まらないですね。まあ、水は汚れないで、なんとかやってますね。ちょっとあの、上部フィルターがなんか手作りなんですかって質問が来てたんで、ちょっと今この金魚水槽の上部フィルターがもう完全の手作りなんで、ちょっとそれを見てもらおうかなと思ったんですけど、まあ手作りっていうかもうあのホームセンターで箱買ってきて、まあそこに穴開けてってだけのものなんですけどね、まあそこにポンプで水をただ入れてるだけなんですけど、まあなんとか水をでもね、あの綺麗なんでこの感じでね、まあルーカでしてんのかなって感じですかね。まあ今のところ金魚たちはまあこの水槽は問題ないですかね。白いウランダもまあ赤かったんですけど、それも治りましたんで、まあ、買うときには赤かったんですけどね。うちに来てってわけじゃないですけど、売ってるときには赤かったんですけど、まあ、治ってくれましたね。まあ、ポイは、まあ、順調といえば順調なんですけど、やっぱりちょっと細かいこと言うと結構ありますね。ヒレにヒレが、なんか、切れちゃったりとかね。あと、おう、なんだっけ、赤くなってたりとかもあるし、まあ、絶対もう、完璧な方は完璧なんですけどね。難しいですね、やっぱね、本当に抗体性で病気になるみたいな感じになっちゃう。ならない子は、この白のプラチナなんかも全然今平気なんですけど、油断できないですね、本当に。水はね、ほどふいつを、そんな水かいって水かいはしないんですけどね。本当に、フォレバーネイチュールカソなんですけど、こんな感じで、あの、ただの箱に穴開けて、これを片方は一応、オーバーフローみたいな、あの、あれにして、で、これはゴミ落ちたやつですね。拾ってした箱をここに置いて、マット入れてる感じですね。あと、部材はもう適当に、入れてますね。まあ、何も考えてないです。まあ、こっちは買ったやつなんですけどね。この 三段式なんですけど、僕は作ってるジアなんで、ただマット通って、ロザイド、なんかこうブラックホールとか置いてる感じですね。こっちもこの水槽も一応、超手作り、なんだっけ、ルーカキ、ルーカキっていうか、ルーカソアなんですけどね。まあ一応水はなんとか、なってんのかなって感じですけど、ポンプだけ買って、あのアマゾンとかで2,000〜3,000円ぐらいで毎分なの売ってるんですけど、まあ、変ならば8ワットとか弱で弱すぎてね、やっぱ15ワットぐらいはあった方がいいですね。15ワットあれば結構パワーありますよね。あのポンプの方、あの水槽だったら8ワットのちょっと弱すぎますね。もうこんな感じでね、でも水も一応きれいなんで。最近はカソはか、あのカソっていうか、手作りでそんな感じでやっちゃってますね。あの外部フィルターだと、掃除がね、めんどくさいんですよね。開けなきゃなんないじゃないですか。それもやりたくないんで、なるべくもこの手作りのファソだけで、この先は完璧にやっていこうかなと思います。ね、まあ、フォッチもオランダ、ジャンボオランダも問題なしなの、このゴールドのこのヒレナバが結構成長しましたね。ちょっと、あっという間にちょっと大きくなりましたね。だいぶですけど。もう成長って分かんないですよね。みんな結構みんな同じ成長するか分からないっていうか、分かりにくいですよね。
明らかにでかくなってるのもいますけど、ああこっちもまあそうですね、あこれもどうかそうですね、上の眉はまあ前出しましたけどこれ、もう手指入れたりしてるんですけど、眉毛はまだ持っていれるんですけどね、今20匹ぐらいかな、まあ前見えないと思うんですけど、エビはまあこんな感じですかね、こっちもこの白釣り、ドイツの白釣り、この子一回色薄くなっちゃったんですけど、今色だいぶな買った時と同じぐらい戻りましたね、この子黒い部分まで薄くなっちゃったんですよね、一回ね、白い恋になっちゃうんじゃないかとちょっと心配したんですけど、全部戻りましたね、まあ、砂利の影響もあるんだと思うんだけど、まあこっちはタイでタイ産とか中国産とかいろんなの混ざってますよ、日本の金魚も混ざってるし、まあ全然問題ないですね今のところは。うわこんな感じで、じゃあ今回ありがとうございました。なんか火曜日天気悪いみたいなんでめちゃくちゃ気をつけてください。ありがとうございます。失礼します。ご視聴ありがとうございました。